お元気ですか？ボクシミです。今回は BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2022の開封動画2回目でございます。こちらはですね、久しぶりのプレミア動画でございますので、前編後編ね、一応分けてやりますけどね、いっぺんにね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。説明の方はね、1回目の方でね、やりましたので、今回は割愛とさせていただきます。ちょっとね、ビデオカメラが出れますのでね、失礼いたしました。今回前にね、1回目の時はね、前編の方が間違えてね、11パックね、開けてしまったことがあったんですけど、ね、今回はね、ちゃんとね、10パックね、やっていきたいと思います。で、今回はですね、まずね、前編のね、こちら10パックを開けまして、後ほどね、後編の10パックをね、開けていくシステムを取っていきたいと思っております。それでは早速ね、やっていきますが、1回目で説明あった通り、1回目にね、やりましたので、今回はね、ノーマルカードのみね、説明は割愛とさせていただきますので、よろしくお願いします。まずはね、前編の1袋目開けたいと思います。レアカードのみね、レアカードとかね、直筆サインカードとかね、そういう、あとはCRナンバーカードね、とかはね、紹介していきたいと思っております。では、2袋目でございます。3袋目でございます。はい、4袋目でございます。5袋目でございます。6袋目でございます。で、インパイアカードですね、高橋尚子選手のね、カードでございます。7袋目でございます。で、8袋目でございます。9袋目でございます。
で結構いいカード出ますね。インパイアカードなんですが、これファンにとっては嬉しいかもしれませんね。藤田奈々子ジョッキーのね、カードでございます。これ見てください、白サインカード付きでございます。こちらは120枚限定カードでございます。120分の116となっております。で続けていきます。で残りのね10袋目でございます。はい、で前編の10袋終わりました。続けてね、今度は後編の10袋開けていきたいと思っております。はい、続けて今度はね後編の10袋開けたいと思います。まず後編のね一袋目開けたいと思います。二袋目開けたいと思います。3袋目です。でインスパイアカードね、三浦知良選手のカードでございます。4袋目でございます。で藤田奈々子基地のインスパイアカード、こちらがね通常版でございます。で4袋目でございます。あ、ごめんなさい、5袋目でございました、失礼しました。はい、6袋目でございます。でこちらインスパイアカードで乾ゆき子選手、アーティスティックスイミングのね選手でございます。7袋目でございます。ちょっと待ってくださいね。
で、インスパイアカード、村上宗隆選手のね、カードでございます。8袋目でございます。で、9袋目でございます。で、ダットの10袋目でございます。おっと、直筆サインカード、ちょっとすごい選手出ましたよ。最後見せますね。で、第2回目の直筆サインカードは三浦知良選手の直筆サインカードでございます。これファンにはね、たまらないね、1枚だと思います。78/67でございます。これがね、11番だったとかね、だったら最高だったんですけどね。こちらね、素晴らしい1枚の直筆サインカードが出ました。サッカー選手で直筆サインカード出たのは実は2枚目でございます。で、過去1枚の方はね、サブチャンネルの方でね、多分上がってると思いますのでね、もしよかったらね、探して見てください。よろしくお願いいたします。もしよければね、また第3回の時もプレミアでやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。